ましょうか。はい、じゃあなぜか12時のチャイムと始まるという、ね、今年黒船祭り最終日、なんとか三森今年も来れましたよ、ね、よろしくお願いします。もうね、僕ほら小村さんとやってたもう3回目ぐらいじゃないですか。そうですね、はい、でも僕ね、ここに多分過去それよりプラス3回4回出てるから多分ね7回ぐらい連続だと思うんですよ。すごいですね、素晴らしい。今までね記録だって一番古いのが多分2011年か2012年だと思うんですよ。あのその頃の動画って知ってます？あの着物着て歌ってるやつとかね、なんかあの変な格好してるやつとかね、あの時代からやってるんですよ。一昨年見たよ。一昨年見たでした。去年来てなかったでしょ。はい。去年来てなかったでしょ。いや来てましたよ。本当に来てました。CD 買ったよ。ありがとうございます。あの新作もありますので。本当。またその辺の話は後でということで。じゃああの伊豆市から来ました三森と申します。三森頑張れよ。もうなんかね、今日はあのまあ仕事はまあ車の仕事って言ってた方がいいかな。ですよね、オレンジ色の車と言っていた方がいいです。まあ大きさはあまり気にしないでください、まあ、そのオレンジ色の車の曲を1曲あのレトロバスのボンネットバス犬の踊り込むという曲がありますので聴いてください。じゃあ行きましょう。
恒例になりました。ボンネットバス伊豆の乗り込みですね。はい、毎回ですね。そうですね。このね本物のね名前のバス、実は今日あたり主電リフト走ってます。最近ね土日走るようになったみたいです。みたいですって言い方しないとほらね。5月までの限定土日修善寺と修善寺温泉の間、この本物が走ってるんで興味ある人追っかけててください。ちなみに運転手は私ない方がやってると思いますんで。あ、でも運転するんですよ。縁があれば運転します。ってことでね。